前回は全て神がデザインした作品であるためにそこには作者の一貫したメッセージがあるように思います。例えば胎児は胎盤という外から完全に隔離された世界で約10ヶ月間生きます。もし胎児がその中で考えることができるのであれば、自分は真っ暗な世界を生きる生き物だと思うかもしれません。そして胎児も生きていますので呼吸をします。しかし鼻で、そして肺を使って呼吸をするのではないですね。鰓体から酸素が供給される、すなわち鰓体で呼吸をするわけです。その世界で満足して安定して生活します。しかしその日は突然訪れます。いきなり今まで生きていた世界に想像したこともない大きな力が加えられます。強風と不安で何時間も苦しめられ、やがて一度も経験したことのない世界に移されます。そしてそこで鰓体が切られます。すなわち事実上死にます。しかし不思議なことに、死ぬはずの赤ちゃんはそれまで一度も使ったことのない器官を動かして呼吸をし始めます。そしてそれだけじゃなく、それまで一度も使ったことのない器官を振動させて声を出して泣いて、新しい世界に自分の誕生を知らせます。そして一度も使ったことのない感覚が開いて、新しい世界を見て、そしてやがて今まで自分の世界であり命の根源であった母に初めて会います。その母はそれまでずっと一緒だった母ですね。胎児の鰓体が切られるのと同じように、私たちの肺呼吸が終わる日、すなわち我々が死ぬ、その日が来ます。しかし聖書は不思議なことにそれが終わりではないというふうに主張しています。その日私たちはそれまで一度も使ったことのない器官が動き出して、新しい歌を歌い、一度も使ったことのない感覚が開いて、新しい世界を見るでしょう。そしてそれまで自分の世界であり自分の命の根源であった神に初めて出会うでしょう。その神はそれまでずっと一緒だった神です。聖書はこのように書いてあります。私の川がこのように滅ぼされた後、私は肉を離れて神を見